れ様。お昼寝してたの？服に落ち葉がついてるもん。私もよくやるんだ。あ、うん、家のお手伝いで。うち神社だから境内の掃除をしてるときに、その…してるから。あ、でも居眠りはわからないよ。するのはそのたまに、うん、2回に1回とか。見ちゃダメだよ。あ、うん、あのね、約束なの。これで送信して、そうじゃないの、
それダメ、今の方がいい。じゃないと言えなくなっちゃいられるの。やっぱり、いや、言いたくないこと？それから何？好きな子いたんだね。コナちゃんじゃないとしたらユキちゃん？だったらお姉ちゃん？坂部さん？それとも黒井先生とか？知らないもん。すぐそば？誰もいないよ。屋上とかから見張ってるの？すぐそばって。
しかして私？また迷惑かけてるね。ううん、好き。すごく嬉しいの。温かくて、優しくて。だから私も、させて。そっちも温かくさせて。一緒がいいから。ありがとう。大好きだよ。ずっとずっと一緒。そうなれたら嬉しいな。早くしないと遅刻するわよ。お姉ちゃん、私帰っていい？ダメよ、日陰ちゃん。司会が逃げたら番組が進まないわよ。けど、さっきのわけわかんないよ。それに楽しくなさそう。でもないぞ。人は理解できないものを忌み嫌い、その反対に好意。よろしくな。さて、話を始めさせてもらおうか。時間とは何か、それが何であるかは定かではない。しかし、面であろうが点であろうが、はたまた一連の断続した流れであろうが、全く関係ない。なぜなら時間はそこにある。そしてありにする、つまり存在にしてたん。この区分をどうするか、それが本日の命題だ。
ここまでは分かったな。パパー。わ、壊れた。日陰ちゃん、落ち着いて。分からなくても分かったような顔してうなずいていればいいんだから。それでもダメ、こんなの聞きたくない。おい、早く何とかしろ。話が続けられないぞ。すみません、すぐやめさせますから。日陰ちゃん、やめて、お願いだから。ああ、その椅子はどうするの。チーズだ。そう、まだなのね。いえ、まだ時間はかかるから、待ちましょう。時間はあるから、悲しいくらいに。ラキスタ、両王学園応答祭。